おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ということで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回ですね、何の話をしていくかと言いますと、今現在生きているサカツクのガチャなんですけど、まあね、サマーセレクションフェス、かなりお得な、超お得なガチャですよね。であとはまあクォーターアニバーサリーもろもろ来ているんですが、今のここって引かなきゃいけないんでしたっけ、このガチャって本当に引くべきなんですかっていうところについてね、ちょっと話をしていけたらなと思います。ってことで早速やっていきましょう。ちょっとですね、ガチャに対して後ろ向きな発言も多くなってしまうかもしれませんが、まあ、ちょっとね本当に正直にですね、言わせていただきますので、悩んでる方ですとか初心者の方ね、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。ってことで早速やっていきましょう。まずクォーターアニバーサリーなんですが、こちらですね、何度も言いますが、正直今回そんな引かなくていいです。必須ではないです、必須ではない。ブラジルポゼッションの時ほどの、4周年の時ほどの圧倒的な破壊力はもうないかなと思います。いやーちょっと難しい、評価が難しいんですけど、このクリスティアーノ・ロナウドがね、仮にセンターフォワードで、このレーンもセンターのレーン特徴だったら本当に引く価値あったと思うんですが、そうではないのでって考えると、なかなか火力が出しにくいかなと思うのと、もしも本当にクォーターアニバーサリー引くかどうか悩んでるんでしたら、これね8月の24日までなんですよ。めちゃくちゃ長いんですよね、期間が。8月の24日、1ヶ月後ですよ皆さん。7月24じゃないですからね、8月の24ですからね。なんでしばらく待ってもいいと思います。今すぐ本当に引かなきゃいけないかって言われるとそうではないので、しばらく待ってもいいかなと思います、ここに関してはね。で、強み弱みに関してはもう以前の動画で言っているのであまり、言いませんが、やっぱり今回のガチャに関しては一つね、ユーロチャンピオンカップスターズっていう次来ないクラブっていうのがなかなかちょっと手を出しにくくなってるっていうのはあるのかなと思いますね。4周年のブラジルの時の選手たちと比べて劣っているとは言いませんが、ペレクラスの決定力を持つセンターフォワードがいないですとか、ちょっともったいないですよね。でかつブラジル染めに関しては、もうおそらくまた来るというか、かなり来やすいところなんですが、ペレとかはね、所属クラブないんで、それ言ったらあんま変わらないんですけど、ちょっとそれにしても、ちょっと難しいかなっていうのが正直なところです。悪くはないですよ、すごく強いんですが。でじゃあ、このサマーセレクションフェス引きますかって話に今度はなってくるんですが、個人的にはですよ、こっちの方がいいと思います。どっちか引かなきゃいけないんだったら、36,000GB あってどっちか引かなきゃいけないんだったら、私はサマーセレクションフェス選びますね。なんで36,000あったら1人確定でもクォーターアニバーサリー選ばないのっていうと、2個理由があって、再度困ってないからっていうところ、まずここ一つ皆さん大きな判断の軸としてください。オランダで例えばクーマン、クライフ、名前忘れた、ブロンクホルスト、クーマン、クライフ、ブロンクホルスト、コクーいる人は多分引かなくていいです、これ。他はどうにか再度で埋めてください。埋めれるでしょきっと、他はディフェンスリーダーだけだしね。他の制限、クーマン、クライフ、コク、ブロンクホルストいたら本当に引かなくていいと思います。私なんでブロンクホルスト無凸ですけど今回引かないって判断してるぐらいなので、オランダとね強いです十分。監督比較もさせていただきましたが、気になる方は私ミクレス監督とね今回の監督比較しているので、そこも見ていただけたらと思いますが、というところ1個と、あともう1個、なんで 36,000GB あってクォーターアニバじゃなくてサマーセレクションフェス引くんですかって話なんですが、もう出てくる数全然違うんですよね。でこのゲームって本当に貫突しないと話にならないって言い方したら悪いかもしれませんが、貫突からがスタートになってくるので、100連して母体確保できるかできないか、例えばこの100連したらね、ロナウド、ピルロ、カンナバーロ、サラー、とりあえずこの後おためんでいいか、この5人に関しては最悪1人ずつ全員出ますとかならまだいいんですが、それすら怪しいわけですよね。100連だとかなり厳しいです、正直。 6% のガチャって、サカツクのガチャって多分確率通りに来ることあんまりないので、ちょっと厳しいですよね。ただこっちのガチャに関しては仮にですよ、3万 GB、 36,000 なくても3万 GB あれば15回引けるんですね。
15回で、15回毎回1人確定なんですよ。でいやいやでも性能微妙なんじゃないのって思うかもしれませんが、確かに微妙な選手も多いんですけど、フェデリコ・キエザに関しては本当に取る価値ありだと思います。めちゃくちゃ優秀ですね、この性能は。この性能本当に優秀なジョーカーです。キエザマジで欲しいです。でデブライネに関してもブラジル染めのインサイドハーフで全然使っていいと思います。問題ないと思います、デブライネで。OMF のブラジルの自由枠ね、テクニコロナウジーニョのもう片方の相方のところなんですけど、いないんだったらデブライネで十分です、方向のところ。でもしも私が選手揃ってないんだったら、ミクレス監督の OMF にもデブライネ置きます。全然いいです、デブライネで。で中央突破の OMF もデブライネ置きます。全然デブライネでいい、全然強いです、デブライネ。特徴3つですが、はい、まあそれぐらいの選手です。で後のところに関して言ったらね、例えばアシュリー・ヤング、私すごい欲しいですし、まあ、守備力足りない3バックのレフトミルフィルダーヤングにするって選択肢もありだと思いますし、まあ、チオクシーバに関してもね、ブラジル染めのところ と、中央突破とチェルシーっていうちょっとなかなか噛み合わないところではありますが、中央突破のディフェンスリーダーいなくて困ってるんだったら総合値1万1500ですが、悪くはない選手ですっていうことをもろもろ考えるとですね、まあ、ドンナルンマも悪くないですし、もろもろ考えると金コインにできる、数がたくさん引けていらない選手はそのままスキルの餌にして金コインに変えればいいですし、まあ、キエザ、デブライネ、ドンナルンマが3万 GP で貫突できるかもしれない、簡単に貫突できるかもしれないぐらいなんだったら、まあ個人的にはですね上引くかなっていう感じですね。ただどっちにしてもですね、今のところに関してはもしも本当に悩んでますとかじゃなくて、サマーセレクションフェスの選手たちを使えば私の今欠けているところを補えますっていう方ではない限りは、8月24日までクォーターアニバーサリー来てるので、ここ待つのが正解かなと思います。ちょっと今回のクォーターアニバに関してはキャプテン特徴持ちの選手がいないので、どう転がるかっていうところなんですが、おそらくまた次のバージョンの次のアニバーサリー、クォーターアニバーサリー追加ガチャって言い方悪いのかもしれませんが、ユーロチャンピオンカップスターズの追加ガチャがおそらく来ます、でそこでキャプテン特徴が来たりだとか、今ねこのフォーメーションコンボの中にない左の攻撃サイドバックだとか右のバランスサイドバックだとか、フォーメーションコンボに必須だけど来ていない、両サイドバックの選手もおそらく来ることでしょう。で、まあ、悪くはないですが、今回のこのメンバーを見ると、サイドバックさえいればフォーメーションって完成するんですよ。サイドバックいればフォーメーション完成しますよね、このメンバーって。じゃあ逆に言えば、新しく来る選手たちってサイドバック2人だけで来ることっておそらくないので、もしかしたらですけど今この中で穴とされているハバーツやコケ、もしくは例えばオバメヤンのところにより強い、例えば OMF だったりセンターフォワードだったり DMF が追加ガチャで追加される可能性があるわけです。っていうことを考えると、そっちの方がね、クォーターアニバのここの本番のガチャよりもいい可能性、いいかもしれないんですよね。っていうところを考えるとですね、個人的にはね、ちょっと待機でもいいのかなと思います。本当に優秀なセンターフォワードが来たのであれば、まあやはりレフトウィングのクリスティアーノ・ロナウドよりもね、フォワードとウィングでは優先度が全然違いますので、取りに行ってもいいかなと思いますし、例えばこの両サイドバックのところに関しても、今来てない選手たちですが、かなりすごいクオリティの高い選手たちが来てくれるのであれば、まあ、そこに関してはね取りに行くっていうのも一つの選択肢になるのかなと思います。もちろんクリスティアーノ・ロナウドもめちゃくちゃ強い、ピルロもカンナバーロもめちゃくちゃ強いんですが、まだねこの両翼の選手たちが確定していない段階ですので、無理にね今の選手たちを追って GB 使い切るのではなく、この両サイドの選手たちが確定して、さらに追加でどれぐらいのクオリティの選手が、例えばこのハバーツのところだったり、ピエール・エメリック・オバメヤンのところだったりコケのところに来るのかっていうところを見定めてからね、もしかしたらオタメンディのところかもしれませんし、ちょっと今現在穴になってるところをねどう補ってくれるのかっていうのを確認してから行くっていうのが正直一番ベストなのかなと個人的には思います。ということで、今のガチャについてはこんな感じですね。ちょっとガチャに対して否定的な意見だったかもしれないんですが、ちょっと正直なところになりますので参考にしていただければと思います。ということでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってますトークでした。バイバイ。
ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。